コールドフィットは日本の音楽ユニット音楽プロデューサー。1998年にメジャーデビュー。1998年にシングルパーシフットでソニーミュージックよりデビュー。印象的なビジュアル及びドラムンベース、ブレイクビーツ、ハウスミュージックをベースとした独創的な音楽性を特徴とする。ローリーはゲストボーカルとしてモンドグロッソ、エムフロー、フリーテンポ、 大師ダンス等様々なアーティストからのオファーを受け、多くのクラブヒットを生み出す。2019年8月14日、11年振りのオリジナルアルバムコアを発売。コールドヒットとしての活動の傍ら、プロデュースチームとしても活動し、中島美香、ヒロ、ボア、ケミストリー、V6、アムロナミエ、坂井由美等を手掛けている。特に中島美香においては、 デビュー当時から現在に至るまで全てのアルバムに関わっており、シングルもメイン曲、カップリング含め多数手掛けている。他アーティストへの提供時のクレジットは作詞、作曲はローリー・ファイン名義であるが、キーボードやコーラスアレンジもローリーが担当しているため、編曲及びプロデュースに関しては、コールドフィット名義で統一されている。また、他の著名なプロデューサーに比べて、 シングルのカップリング曲やアルバム曲などに提供作品が多い。詩、曲は基本的にローリー・ファイン、編曲はコールドフィット名義。ありがとうございます。